とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワーシーズン5、始まりました。攻略、やっていってます。今日は、21回から30回、クリアまでの攻略ですね。まず、20回を倒しまして、報酬はいりません。こっからスタートです。で、21回ですけども、テンポセフト。これを入れておいてください。テンポセフト、意外とでもないけどね。結構重要です。で、ここ、クリーパーが思いのほか出てきます。戦う場所はこの辺がいいです。いざとなったら、後ろに下がれる場所。そこで戦うようにしてください。もう矢はね、全然必要ないんで、どんどん使っていって大丈夫です。うまいことね、矢と愛のメダル、そういうのを駆使して戦ってみてください。あ、今なんかお誘いが来たな。ありがとうございます。お誘いよく来ます。ありがとうございます。ちょっとね、撮影の時とかは、ちょっと参加できないので、よろしくお願いしますね。で、あそこ、とにかく、クリーパーが多いので、あいつだけ注意してください。で、ここでもクリーパーが結構来ます。安全に処理してください。森の矢筒なんかがおすすめです。愛のメダル使っても大丈夫ですね。よっしゃ。で、ここはね、まだまだ敵がいるのよ。上の方にまだまだ敵がいます。基本的に、この、斧で戦っていって大丈夫ですけども、クリーパーが、いるので、クリーパーは、まあ今は透明化してね、倒したんだけども、安全に倒していってくださいね。クリーパーのダメージをもらうと、さすがのこのフルプレートを着てたとしても、ちょっとダメージをもろに食らってしまうので、注意です。はい。まあ、クリーパー多いので、21回注意していってください。クリアです。報酬、何もいりません。で、ここ、以前のね、場所だったら、ちょっとネームドの敵が多くて、ちょっときつかったんだけども、今回は、そんなことありません。雑魚敵ばっかりです。なので、特に何も考えることなく、倒していってください。で、中央で戦うときに、下に落ちちゃうと、どうしても死んじゃうのよ。なんで、中央には近づかない。もしくは、近づいたとしても、下に落ちないように、戦ってください。タイミングすら、分かってしまえば、タイミングさえ分かればね、余裕だと思うんで。まあ、基本近づかないようにしてください。真ん中のあのレーンには、落ちちゃうので。周りで戦いましょう。で、ここ、報酬いりません。何もなしで大丈夫です。で、ここですけども、テンポセフト、もう一丁上げちゃいましょう。で、ここがね、こいつらが多いのよ。とにかく、こいつらも多いし、危ねえ。略奪者なんかもういっぱい出てきます。あんまりね、前に出すぎないように戦っていってください。前に出すぎず、後ろから、まあまあ、後方支援みたいな感じでやっていくのが、まあ一番でしょうね。前に出すぎると、どうしてもね、敵の多さにやられてしまうので、極力前には出ずに、後ろから戦う。レイスっぽいなぁ。今の俺結構前に出すぎなんですけどね。今の感じは前に全然出すぎです。もうちょっと後ろで戦っていっていい感じです。OK。あ、やっぶね。弓のやつがいる。ここね、結構敵がガシガシ来るんで、森の矢筒がね、あ、森の矢筒じゃなかった。テンポセフトがすごく役に立ちます。あっぶねー。エンチャンターもね、1体隠れてるんで、
そいつには注意してください。エンチャンター危ないです。まあうまいことね、略奪者を愛のメダルかけることができれば大暴れしてくれるんでいい感じですね。で23回クリアです。ここで森の矢筒交換しときましょう。やっぱパワーが減るとだいぶねダメージも変わってくるので、交換しておいた方がいいです。でここもねあんまりね前に出すぎない方がいいです。とにかく敵が多いので前に出すぎないように後ろから愛のメダルとか森の矢筒とかそういったものを使ってちょっとずつ処理していってください。もう安全が一番です。安全に安全に行くのが一番無難なんで、でうまいことこういう安全地帯を使って倒してください。風使いっぽいな。まあまあまあ注意してればダメージも食らわないし OK。 愛のメダルで仲間に倒してもらえ。まあとにかくここは前に出ないっていうことですよ。前に出ずに後ろの方で極力戦っていくいうのが安全です。弓兵が多いので前の方に出てしまうと、蜂の巣にされてしまうので注意が必要だね。はい。で次何もいりません。でここもね、シーズン3の時とかはめちゃくちゃ難しいステージだったんだけども今回はそんなことはありません、全くいつも通り戦っていけばクリアできると思います。特に注意することもなしですね。いつも通り恋の矢筒愛のメダルなんかを駆使して戦っていけば全く問題なくいけます。もうねレースとかね、レースじゃなかったエンダーマンとかあの辺りが出てきた場合はちょっと注意が必要だったんですけども、まあ、それがここはクリーパーすらいないので余裕ですね。でここも何もいりません。はい。でここ追い打ちを3入れてください。クリーパーが出てきます。でクリーパーが追い打ち3ないと2発で沈まない時があるのよ。なんで注意してくださいね。で、テンポセフトも3入れてた方が安心です。ここはクリーパーがとにかく多いです。と、あれか。レイス。クリーパー多め。で、さらにレイスで、毒を打ってきます。要注意。基本的に、クリーパーに注意してればあとは大丈夫かなと思いますけどね。うまいことこのフルメタルが雪玉を打ち込んでくれるので、あっぶねえあっぶねえ。毒嫌いだわ、本当に毒嫌いだ。よし OK。あとはもう問題ないかな。はい。いっちゃえ。オッケー。で、またお前毒か。毒ダメージ、ほんとエグいんでね。注意してください。で、終わり。あれ？まだいる？レイスがいるのかな？ちょっと1体ぐらいなんか打ち漏らしてるっぽいです。あれいないな、最初のところか。あ、いたいた。 OK。 まあクリーパー注意してください。ほんとここ危ないんで。んで武器ようやく両刃斧から変えれますね。大いなる破滅変えてください。エンチャントは弱体化です。まあ、基本弱体化だけで何とでもなると思います。他はいらないですね。でここ、ここから先の方に向けて敵が出
現するようになってます。クリーパーもいますのでちょっと注意が必要ですね。あんまり前に出すぎるとクリーパーに囲まれたりするので、敵を倒したら、後ろの方に一度下がった方がいいです。敵を倒した後は一度こっちの方に戻った方が安全ですね。クリーパーが結構奥の方に出るんで、奥の方にちょっと留まってると結構危ないです。なのでまず倒した後はこっちに一度戻った方がね、安全性は高い感じですかね。うん、ほらほらこんな感じでクリーパーが2体とか同時に出ちゃうので、で終わりかな。特に位置取りもそこまで気にせずいけると思います。ただクリーパー出るので爆弾は食らわないようにしてください。はい、でここバーストクロスボウ変えちゃいましょう。あのカバンでもいいかなと思ったんですよ。カバンでもいいかなと思ったんだけども、30回のボスを簡単に倒すにはこっちの方がいいので、バーストクロスボウこっちに変えた方がいいです。エンチャントはテンポセフト、そして虚無で重力ですね、入れてください。で、変更も入れておくと安心ですね。まあ、ここだけに限らずボスとかで、ここがとにかく多いです。クリーパーが基本ここで戦うと意外と安全なので、ここで戦っていくのが俺はおすすめですね。ここで安全に行きましょう。先の方に行っちゃうとちょっとね、いろいろと敵が湧いてきたりしてめんどくさいので、俺はここで戦うようにしてます。 OK。 ああ、ちょっと鬱陶しいな。違う、愛のメダルが回復してくれない。 OK、 いけ。ここは俺弓だけで行くようにしてますね。もうどうせ弓使わないんで、最大パワーのバーストクロスボウでガンガンいきます。はい、28回は本当にね、矢をどんどん使っていってください。もう必要ないので。で、報酬ここいりません。何もいらないです。んで、ここはフルメタル、ちょっとパワーが低いですね、上げておいて、HP を増やしましょう。で、30回ボスいっちゃいます。で、エンチャポイント残ってるんですけども、別に何も必要ないです。重力も1で十分なんで、まあなんかここら辺にちょっと入れててもいいと思いますけども、近接で攻撃することはないです。で、30回ボス、2体出てきます。イリュージョナーが2体ね。1体を速攻で倒します。2体、まとまっちゃうとマジでちょっと辛くなるので、まずは1体を確実に倒す、そういう風にやっていってください。はい、どこだ、本体どこだ、あ、お前か。よし、1対1になってしまえばね、何度でもなるんで。これがね、2対1になった時が辛いのよ。まず速攻でドラを使って1体を沈めましょう。そうすると楽に倒すことができます。はい、ということで、タワー21階から30階まで攻略していきました。シーズン5、まあ、全体的に見てもそう難しいことはないと思います。まあ、ところどころのポイントをね、抑えながらやっていってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。